こんばんは。ちょっと充電が完了するまでこっちの携帯で配信します。こんばんは。お疲れ様。ちょっとグラグラするかもしれない。おー、グラグラするかもしれないけどご了承ください。さて、OK、こんばんは。今日はお話し会でした。あ、充電できた。ちょっと待ってね、切り替えます。今日はね、わお、ひな祭りということで、よいしょ、よし。今日は、ひな祭りということでお姫様の格好をしました。お話し会で、切り替わりました。今日は長時間配信するだけで特になんかこれをするとかっていうあれはないです。なんかあれしますこれしますみたいな、そういうのは特になくて、ただ長い配信をするだけです。ただそれだけです。プリンセス愛子さん、3日はでした。ありがとう。こんばんは。渡り配信大好きです。ありがとう。それで3時間するから、あの別に途中で離脱していただいても全然構わないの、構わないので、そんなずっと配信に居続けなくても大丈夫です。気が向いた時に来てください。こんばんは。空飛ぶドラえもんさん、ジャボテンさん、がんばりさん、ケイチさん、くじまささん、りのんちゃん、カイザーソジさん、ケイチさん、エスボーさん、ジャボテンさん、バラちゃん、レフトさん、サルトビニザイモンさん、ケイチさん、カジさん、ツーミーさん、東京1068さん、ダイスさん、ソリオさん、A&B さん、ボブさん、藤正さん、日向さん、ズーミンさん、アーリーさん、ジャボテンさん、ギフトありがとうございます。ヒゲメガネさん、サビヤマさん、ジンジンさん、ギフトありがとう。こんばんは。めっちゃ寒い。タラタ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 タタ
だだ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 だファンクラブの動画見たよ。お、更新されましたか？やっと更新されたんだ。2月の最後に更新できるかなって思ったんですけど、動画と写真4日も経ってしまいましたね。2月末に更新する予定、更新できると思いきや、もう自分で投稿したいんだけど、あれ、ツイッター X みたいに。後で見てね。なんかあれ、一回さ、投げないといけないんですよ、マネージャーさんに。だからちょっと時間かかるんですよね。だからささっと更新したい。インスタとか X みたいに、だいぶかかってしまうんですよね。そう、そう、もうちょっとスムーズがいいなって思うんですよ。まあでもさ、そのチェックが入るっていうのは仕方ないんだけどね。困った、コマ撮り姉妹。まあ仕方ないといえば仕方ないんですけれど、サクサクパンダ食べよ。これかわいい、こうなっとる、かわいい。これ何味？蜂蜜焦がしバターだって。美味しい。よ、これ鉛筆持ってる。なるほどね、受験するパンダか。
ドド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 。お、これは草を噛んでます。葉っぱを口から出してる。お、次は酸っぱい顔してます。この辺にしとこ。終わり。しそうのあるおさん、こじさんとさん、みつるんさん、アッキーセブンさん、あんちゃん、あおたかさん、あっちゃさん、リサーチャーさん、ゆうきさん、のぶうやでさん、ギフトありがとう。ざんたくさん、ギフトありがとう。マナブンさん、お疲れギフトありがとう。寒すぎる。今日何度、今、毎日温度が気温が気になる。今5度ですね。まあまあ寒いですね。明日の朝6時は3度です。日の出が6時35分です。まあ寒いね。でもさ、あの山梨にバスツアー行った時のさ、富士急ハイランドとさ、音楽と森の美術館に行った時さ、確かね、夜マイナスにはなん0度マイナス1か、なんかめっちゃね寒かったんですよ。1度とかだったかな。マイナスは行ってなかった、さすがに1度とかでした。めっちゃ寒かった。けんけんさん、ギフトありがとう。空飛ぶドラえもんさん、アヒルさん、タンタンタヌキさん、ゆげめがねさん、ズーミーさん、コータさん、ハルさん、イルロスさん、ズーミーさん、ヤスさん、ギフトありがとうございます。こんなさ、今でも寒がってたらさ、北極とか行ったら、うん、どうしよう。私、北極に今から行きますってなったらさそんなことないかもしれないけど、今からあなたは北極に行っていただきますってなった時に、はいはい、終了、人生終了ですってなりますね。もう生きていけませんとなります。
こんばんは。タタ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 。お水飲もう。砂漠とさ、北極やったらさ、どっちの方がきついかな。どっちもきついかもしれんけど、でも砂漠きついな。砂漠きついだろうな。砂漠の方がきついかね。それならさ、北極の方がいいかもね。砂漠の方が多分きついよね。死ぬ、喉が渇いた、水をくれってなるよね。でもさ、北極だったらさ、もう最悪、もう何でもぐるぐる巻きにしてたらさ、生き延びそう。そう、ワンチャン助かる説あるよ、北極は。どっちもちょっと今無理だけど、私は。暑いとこも寒いところもちょっとお断りです、今は。こんばんは。みんなは暑いのと寒いのどっちが得意ですか？こんばんは。暑い方がいい。寒い方がいい。寒い方がいい。どっちも嫌だ。暑い方がまだマシ。暑いの無理。寒い方が好き。圧倒的に寒い。暑い方ができる。断然寒い方が得意。暑い方がいい。暑い。お、今5対6です。5対6で寒い方の方が得意ですね。暑いのが得意。お、今6対6です。暑い方が得意。おお、7対6。暑い方が得意な方が、あ、寒い方が7。今同点。こんばんは。寒い方7、8、暑い方9、間違えた、8、同じぐらいいるね。暑い方が得意、寒い方が得意。ドド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 。私は暑い方が得意かもしれない。寒いのは苦手。でもね、最近ね、寒い中でどうなんかこう自我を保つかっていうのを、なんかそういうマインドの持ち方を、なんかコツ？マイン
かコツを掴んだんですよ。どうやったら寒い中でも平気でいられるかっていう。なんかそのそう寒くていつもあの自我が保てなかったんですよ。もう寒すぎる、もうダメだダメだ、もう寒すぎて何もできない、感じだったんですけど今までは。でもその寒い中でも、これは本当に誰にも教えてほしくないんです、ここにいる人以外には。でも秘密にしておきたいんですけど、ここだけの、ここにいる皆さんだけには教えます、寒さを乗り切る方法。あのね、体内から熱を発熱するんですよ。発熱すればいけるんです。例えばこう寒い風に当たってますってなったら、こうまずスンってこうスンってするんです。もう自分の中の意識を、もうとっちらかってる意識を一気にスンって凝縮させて、スンってこうね精神統一させるんです。ふっ、その芯が整ったら、自分の中で芯ができたら、その芯を使って発熱するんですよ。うーんって、うーんって。そしたらもう寒い風がどれだけ当たろうが、どんだけ冷たいお水に浸かっていようが、もうこの芯さえあればそっから自分で発熱できるんで無敵なんですよ。まあそれが私の寒さの乗り越え方です。この方法を皆さんには本当は教えるつもりなかったんですけど、特別に教えてあげます。そう、これは本当です。私があの寒いの苦手でいつも困ってたので、どうにかこうして、どうにかこうにかして寒さを乗り切ろうと模索した結果これなので。そう、なんかね、私ね本当に冬になったら動けないかったんですよ。本当に動けなくて、もう超だらしない、だらしない愛し方で自分を傷つけた。そう、なんかねすごいあのだらしなくなってたんです、もうずっと思って。でもそれじゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだと思って、この、 あの発熱方法を編み出しました。なので冬でも行動的になれるっていう。まずシーンを作るんですよ。シーンを作る、1シーンを作る、自分の中のね、軸でもいいです。軸でもいいし、自分の芯をもう体の真ん中にストーンと通してください。でそしたらもう精神をこうその軸に向かってうーって集中させて、でその軸を使って一気にうーんってしたら、うーんって唱えれば発熱できます。変なこと言ってるのは分かってるんですよ。そうなんですよ。なんかこれって
その寒さを乗り越えるためだけに使う集中方法じゃなくって、例えばなんかあ気が重いなってなって、やらないといけないことある、今からこれをしないといけない、あってなる時あるんですけど、そういう時も使ってみてください。例えばね、あちょっとそろそろあれとあれを買いに行かないといけないな、あでも今日はもう疲れたしな、でも今日のうちに買っときた方が楽なんだよなみたいな感じのことが起きた時に、もうその軸発熱を使ってください。まずここですね、ここをめがけましょう。ここめがけてまず軸を通したら、うんってやって、はっ、立ち上がってみてください。そしたら意外とめんどくさいこともその軸を使えば動けます、大丈夫です。サクサクっとよしっていう気持ちになるので大丈夫です。これはめんどくさがりで寒がりな私がいつもやってる加熱方式です。自己加熱方式です。怪しい話しかしてないので、あいこじ大丈夫かなってきっと今思われたと思うんですけども、はい、これ全部冗談なので真に受けて皆さん外でやったりしちゃダメですよ。普通に怪しい人って思われて何とか質問を受けるので外でやっちゃいけませんよ、これ。うーんとか言ってたら気をつけてください。道端とかでやらないでくださいね。はい、冗談なので真に受けてはダメですよ皆さん。はい、愛子さんは何とか質問は受けたことありません、人生で一度も。でもね、ちょっとだけ本当に良くないことではあるんですけど、うん、どんなことを聞かれるのかなとかっていうのはちょっと興味があります。なんとか質問されたら嫌だけど、なんかどういう感じで質問されるんだろうっていう興味心はあります。興味心。うん。ジャポテンさん、りょうさん、ぶんさん、お疲れさん、おとさん、わさん、ささんすごいカイザーソゼさん、まさきさん、ギフトありがとう。ケンケンさん、空飛ぶドラえもんさん、アヒレさん、ギフトありがとう。
だいだいさん、ギフトありがとうございます。忙しい時にされると結構面倒。へえ、そうなんだ。あ、でも私子供の時になんかさ、消火栓っていうさ看板があるじゃないですか。消火栓だったっけ、うん、消火栓、消火栓っていうさこういう看板があるじゃないですか、こういうのね。なんかね、小学生の時にねこれによじ登ろうと、下からこうやってよじ登りきることはできなかったんだけど、こうやってねよじ登ろうとね、いやうーってやってたんですよ、こうやってそしたらなんか近くを通ったその警察の人が、そこはよじ登れないからねみたいに言って、スーンってどっか行きました。あーって言って、よじ登れないんですねって言って、小3とか、違う、小4ですかね、小4になったばっかりの春でした、あれは。なんか公園の近くに消火栓のこの看板があったから、上まで登ったらどうなるんだろうっていうね、興味本位でね、そのよじ登ろうとしてたら、ちょうどね横にね警察がヒーンって通ってきて、登れないからねーって言ってヒーンってどっか行ったの、すごい鮮明に覚えてる。もう大人になってよじ登ろうとしてたらもうやばいですよ。でもわんぱくだったと思う私は。木登りとかよくしてたし、全然セミとか素手で捕まえて、セミってめっちゃ暴れるんですよ、泣くし。まあでも捕まえる瞬間はそんな暴れないんだけど、捕まえた瞬間めっちゃ泣くやんかセミ。ウィー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 
に入れて、うわめっちゃ暴れるわと思って、わーってそれの繰り返しでした。うん、なんかかわいそうになってきてさ、かわいそうになってくるんですよ、なんか虫とか捕まえたら。私を高貴なお嬢様だと思ってたんですか？私はね、あのね、あれですよ、ワンパクキッズでした。ワンパクキッズだからさ、あのおじいちゃん家とか行くじゃないですか。
って近くの川で遊ぶってなった時に、なんかめっちゃ滑る川だったんですよ。で川ってめっちゃ危ないやんか。だけどそのおじいちゃんにとっちゃそのちっちゃいさ女の子がさ川でなんかこうはしゃいでたらさ、すってんころりんしてさ、もうそのままさふわーってさ、こう川に流される危険性もあるじゃないですか。そうだから危ないのはもう大人になってそれはもう分かるんだけど、子供の時は本当に分かんなかったから、ちっちゃい時はね。だからめっちゃ川でさダッシュしてさ、もうめっちゃ滑りそうになって、でそれでもうおじいちゃんにめっちゃ怒られて危ないだろなんじゃろなみたいな感じで、危ないだろな飲んじゃろなみたいな、同じ日本語かなって思うぐらいめっちゃ怒られて、川でちょっと走っただけなんだけどって思って、はーいみたいなはーいやめますって思って、でもなんかよく考えたら、まあ、確かに川でダッシュするってもうめっちゃ危険だなと思って、もうおじいちゃんが日本語じゃない日本語で怒ったのが今なら理解できます。まあそうだよね、命の危険があるし、でしかもそのおじいちゃん家の近くの川だったから、なんかおじいちゃんはその危険性がよく分かってるんですよ。めっちゃ分かってて、どんな川でどこが滑りやすいとかっていうのも。でも私がもう本当にわんぱく少女だったから、みたいな感じで行ったら、めっちゃ怒られた。今なら分かるんだけどね。そう、おじいちゃんハザードマップがあった。そうなんですよ。でもまあね、私川で一回溺れかけてるんだけどね、めっちゃ深いところにはまってさ、もう幼稚園、それは幼稚園生だったんだけど、ドーンって入ってしまって、本当は浮き輪してたんですよ。けど流れがなんか早いっていうか、なんかめちゃ深いところにはまったんですよ、あるとは知らずに。なんか今までずっと足がつけてたからイエーイみたいな感じでやってたんですけど、ズボーンってなって、で私もさ幼稚園生だからさ、そんななんか体も大きくないし、もう浮き輪からこうシュッてこう抜けるんですよ。こうやっててもいきなりこう足をこう踏み外したらスポーンって抜けちゃって、でスポーンって抜けて、でその浮き輪のそのこう捕まってたはずがスルスルってもうすぐトボーンってなって足持ってかれたんですよ。でもう幼稚園生ながらに、あっこれはやばい死ぬってもう一瞬で思って、だって今でも覚えてるぐらいですよ。4歳ぐらいの時の記憶なんだけど、あっ死ぬって思ったんですよ。でめっちゃ溺れて、もうパニックで息ができなくって、もうああおぼろぼろぼろみたいな感じで、でもなんかお父さんがすぐ発見して助けてくれて、そう助けてもらいましたお父さんがなんか飛び込んだ姿は見えてました
なんかうわーってなってるんですけど、スワーンってなんかが上を通ったって思って、そしたらお父さんが飛び込んで私を救出してくれました。そう、本当に危なかったんですよ、奇跡の生還。でもあれは本当に幼いながらにめっちゃ覚えてる。すごいちっちゃかったんだけど、なんかそんなちっちゃい時からあの死の危機なんか死と隣り合わせになった瞬間で、もうね今でも忘れない、もうずっともう忘れることはないですはい、だからね川って怖いんですよね本当に。本当になんか安全だと思ってもいきなりこうさ、足元をねこうゾンって持ってかれ、足持ってかれるからね本当にめっちゃ怖いんですよ。だからでも私は一番川が好きです。川のスライダーが大好き。うん、いやなんかさニュースで多いじゃないですか川の事故って。いやそれがねあのすっごいわかるんですよ。幼稚園生の時にもうねあの死の危険をもう身をもって経験したから、死の危機をねもう身をもって感じたので、だからニュースとかでさなんかその中学生とかがさ流されたとかさ、なんかその川夏休み川で遊んでた学生たちのさなんかそのね事故とかあるじゃないですか。なんかそういうの見るといやもう川って本当に一番危ないんだよって思いながらね、はあ、なくならないなって思って、本当に気をつけて、もう私も今後の人生気をつける本当に怖いよ。楽しいんだけどね、楽しいしそれでも私は川が好きなんですけど、でもなんかその時にもなんかめっちゃ怒られた気がするんですよ小さい時、その溺れかけた時も泣きに危ないって言ったやろみたいな感じで、なんかめっちゃ怒られた記憶がある。なんかよかったねとかじゃなくてなんかすごい、いやダメって言ったやろ言ったやろうがみたいな言われて、え助かったんだけどみたいな、なんか怒られたなんか怒られた気がする。うん、まあでもそれはなんか心配ゆえの怒りですよね。まあそれは怒られて当然ですよね。うん。いや確かにね、私一人だけねなんかねちょっとねあのイエーイみたいな感じでね、あのその瞬間ねちょっとねあの一人でわーって言ったんですよ。そしたら足を持ってかれたんですよ。うん、あ私がねそうやってそういうことするから、うん、でもさ子供ってさ結構そういうことしない、なんかイエーイってちょっとなんかさテンション上がってさ一人でさバーっていきなり走り出したりするじゃんか、なんか道路めがけてイエーイって、そしたらさなんかすごい猛スピードでさ自転車がバーンってさシューンって通ってさ、でお母さんがバーって引っ張ってさ、だからそっち行っちゃダメって言ったでしょみたいな感じでさなんか怒ってさって泣いてるところをさ、もう引かれたらどうすんのとか言って泣いてる
ところをさたまに見たりするからさ、子供はなんかねそういうのあるよね、突発的にいきなり走り出したり。お、お大医様、イエーイ、ハイキーさんありがとうございます。お代理様とひな様二人並んで澄まし顔、だからねやんちゃキッズだったんですよ。やんちゃキッズで、でもなんか手のでもね手のかからない子とは言われてた。なんかすごい一人でお人形とかで遊ぶし、なんか自分で遊びを作り出したり遊ぶのはすごく得意だったんで、あんまり手はかからなかったって言われたんですけどね。まあ本当になんかそういう一つ一つの私の思い出としてはちょっとやんちゃだったかなって思うけど、でもそこまでなんか手はかからなかったって言われた。うん、体はね丈夫でしたね。うん、でもねちょっとやんちゃだったのは小4ぐらいまでかな。どっちかっていうと低学年の頃の方が活発だったかもしれない。なんかそれ以降はお人形遊びにめっちゃハマって、小5小6とかでなんかあのジュニアなんちゃら、なんだろう、なんか小学生とか中学生とかが読むなんかモデルの雑誌とかにハマったりして、そうなんかおしゃれに目覚め始めたんですよ。お人形とかなんかそのお洋服とかなんだろう髪の毛のヘアアレンジとか、なんかそういうのに興味を持ち出して、なんかそれからそんななんかめちゃくちゃやんちゃなことはやめたんですけど、うん、木に登ったりすることはもうなくなったかな。そうなんか服を作ったり、あその人形のねお人形の服を作ったり、なんか裁縫を習い始める頃だったんですよ、そのあたりから。高学年の時に、それで裁縫楽しいって思って、でなんかでなんかリカちゃん人形の洋服を作ったり、なんかそういうのをもう勝手に自分でやってたらなんかすごく楽しくて、で友達呼んでそのなんかリカちゃんで遊んだり、なんか一緒に、私がよく読んでたのはニコラっていう雑誌なんですけど、ニコラとかをみんなでなんか友達みんなで集まって読んで、どの服がなんかどのコーディネートが一番可愛いか、せーのはいとか言って友達とやってました。うん、
そうで友達に髪の毛を結んでもらったり、逆になんかリボンつけてみたりそう、それが小5小6とかですかね。あとねめっちゃ DS してたね、通信をしてました。うん、動物の森、動物の森用意してた。友達ん家行って動物の森しようって言って、マリオカートと動物の森とあとなんかしてたそう、みんなで集まってね。で飽きたらなんか ファッション対決しようとか言ってその友達の家だったらその友達のお家のお洋服でコーディネートとかして、誰のコーディネートが一番いいかみたいな。せーの、はい、あ、何々ちゃんの優勝とか言って、もうめっちゃやってた。でなんか誰かをあのすごいなんか、まあ、大体 4,5 人ぐらいでいつも行動してたんですけど、小学生の時は。でそのうちの一人をめっちゃ可愛くしようとか言って、で何にも知らないけどなんかその子にめっちゃペタペタメイクしてみたり、ちょっと目つぶってとか言ってあのマスカラこうやってつけてみたり、髪の毛なんか三つ編みしてみたりして、そのいつもグループで行動してたうちの一人を今日はこの子を着飾らせようみたいな感じでやって、なんか放課後遊んだり、なんかお休みの日とかにそういう遊びをよくしてましたね。うん。ジャボテンさん、ウリンちゃん、ギフトありがとうございます。そうなんかね、子供なんかトイザラスに子供用のなんかメイクセットみたいなのあるんですよ。知らないかな、関わったことあんまない人は知らないと思うんだけど、なんかその箱なんか宝箱みたいなやつをわーって開けたらなんか段々になってこうメイク道具が、子供用のメイク道具がブワーって出てくるんですよ。開けたらなんかいろいろマニキュアとか、なんかマニキュアとかそのチークとかつけられるのが、開けたらワンって出てきて閉めたらワンって戻るやつなんですけど、そう使ったことがなかったらわかんないかもしれないけど、なんかそういうのがねトイザルスに売ってあったんですね、子供用メイク道具セボックスみたいな。なんかそれをね使ってねやってました。うん。娘が持ってました。おお、なんかちょくちょく娘さんが持ってた方がいますね。すごい、あれめっちゃ懐かしいな。ちょっと調べます。めっちゃ懐かしいんだけど、子供用メイクセットボックス、わ、そう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 、なんかこんな感じ。
なんかこれじゃないな、お化粧セット子供、あ、でもなんかこんな感じかもしれない、なんかこういうこういうやつですね、こうなんかこんな感じ、なんかワーンって開いたらワーンって出てくるやつ、これめっちゃ好きだった、こういう感じの、なんかこれでメイクとかしてましたね。そう、こんなのがあるんですよ、女の子の世界には。今は普通の化粧品売り場に子供用の化粧品も売ってます。そうなんだ、すごいね。なんかまあこんな感じで、小4小5ぐらいになったらなんかおしゃれに目覚めたりメイクしてみたりしてましたね。だからその時ぐらいからもう、あ、日焼けしたくないなみたいな、どうやったら真っ白になれるかなとかって考えてたんですけど、まあ普通の小学生だったので、まあ、真っ黒黒好きなんですけど、でも私お姉ちゃんがいたから混ぜてた部分もあったと思うんですよね、絶対。私がだって小6の時12+4だから、16高1、私が小6の時に高1のお姉ちゃんがいたからさ、うん、多分すごい混ぜてたんだと思うな。だってさ、小学校の時にさ、高校生のお姉ちゃんのさ知識が入ってくるんですよ。そりゃ混ぜるよね。そりゃ混ぜますわ。ねえ、兄弟の影響絶対あるよね。そうだからなんかそのとかの時間にさ、なんかなんだろう、裁縫だけじゃないけど、なんか作品を作りましょうみたいな時に、なんかすごいお姉ちゃんのあのアイディアをめっちゃパクって、それを取り入れてなんか作品とか作ったりしたら、だいたい周りの子たちに、え、愛子ちゃんすごいセンスあるみたいな感じで言われて、まあ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 、あの最先端行ってますんでみたいな。まあ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 、あの最先端の情報を手に入れてますんでみたいな感じで。そう、ただのお姉ちゃん の, あのアイディアをパクっただけなんだけど、そう、大体パクってるんですけど、はい。
かそれとか、なんかさ、その同い年の子で、そのはあの調子で初めてなんか物を揃えるとかってなった時に、なんかすごいしっかりしてるんですよね、その同い年だけど長女の子とかだったらさ、なんかあれも買ったしこれも買ったよみたいな感じで、持ってるよみたいな、この道具も一応お母さんが買ってくれたみたいな感じでって言って、私が横でなんかすごい、あでもねこれねあんまり使わないと思うみたいなめっちゃすごいなんか上から目線みたいな子みたいになったんですけど、その同い年の長女の子とかに、えでもなんかそれお姉ちゃんがなんか別にそんな使わないって言ってるからみたいな、そんな必要性ないかもしれないねみたいな、なんかそういう、まあ、さこんなあの言葉遣いじゃないと思うけど、なかったと思うけど、なんかめっちゃアドバイスとかしてましたうざい小学生、うざい小学生ですよね完全に。いやーでもね本当にませてたと思う、うん、チバニャさん、ふみふみさん、ギフトありがとうございます。なんか別にね、あのおしゃれ番長になろうと思ってたわけではなくないんですよ。でもそのお姉ちゃんの情報が入ってくるから、一緒に生活してたらさ、こういう音楽を聴いてるとか、最近高校生の間ではこういうのが流行ってるとか、そういうのが一緒に生活してたら、その一緒にご飯とか食べてたらさ、話が勝手に入ってくるじゃないですか。だからそれをなんだろう、中学校とかで友達と話してる時に、そういうなんか知識が入ってるので、それが自然とこう備わってる話す時になんかそういう情報が出てくるんですよね。こんばんは、うん、4歳上なら俺と同世代。おお、私の姉は、一番上の姉は4歳上です。そうなんですよね、だから妹はおませさんになる運命なんですよねだからなんかその持ってるものとかさ、えめっちゃ大人っぽい、かわいいとか言われるんですよ。でも大体それお姉ちゃんの借りてるんですよね、お姉ちゃんの服とかカバンとかそう、なんかすごい自慢げに、えかわいいやろみたいなってやってるんですけど、普通に家帰ってすぐもう、あんた使ったやろって言って説教タイムが始まるんですよ、はい、家に帰って、あんたあれ使ったやろって言われて、何のことみたいなしらばっくれるんですけど、まあ普通にバレるんですよね、その勝手に使って怒られるんですよ(笑)あるあるですよね待って、めっちゃ懐かしい。なんかさ、家に帰ってさルンルンって感じで、あ今日楽しかったなーって家に帰るじゃないですか。そしたらガチャ、ただいまーってやった時に、お姉ちゃんが
ドン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 ってやってきて返してみたいな、何も言わずに玄関で速攻返してって言われて、やばと思って、え何がみたいな、え何のことみたいな言うんですけど、あんたあれ持ってったやろ早く返してって言われて全部バレてるんです。そう、ふざけんでとか言われて、1000円払ってって言われて、なんで払わんといけんの、ちょっと借りただけやとか言って、なんで払わんといけんの、お母さんからもらったらとか言って生意気な妹ですよ。借りるならお金払ってって言われてました。今はそうですね、あでも配信始まる前にお姉ちゃんと電話してましたよ、さっき。うん、なんかすごい十二星座占いの話になりましたはい、星座占いの話をしてました、電話で。うん、今海外にいますね、彼女は国外にいます。今ねもう日本にいませんだから一緒に配信出たことがあれなんですよ、結構レアなんですよ。はい、あれはね海外行く前の彼女でしたそうなんですよ、あのねお姉ちゃんはねめちゃめちゃ優秀ガールなのであの私とは比べ物にならないぐらい優秀ガールなんですよ。本当に昔から頭が良かった、何でもできる。はい、出張とかじゃなくてもう住んでるんですよ向こうに、どこの国かは言わないんですけど、うん、こんなおちゃらけてるんですけどね妹はうん、まあのね私はねあのまあ要領をつかんで生きてきたタイプですね、どっちかっていうと。でもね同じあれですよね、血が流れてるから同じね、
同じ親から生まれてるので、多分私も本気を出せば、あれですよ、多分もう成績優秀だと思いますよ。ちょっと努力の仕方が違ってたかもしれませんね、私は。まだ本気を出してないだけだと思います。はい。そう、本気はね、本気を出したら私は多分ね、もうね、あれですよ、もうアップルに匹敵するほどの大きい会社も作れると思います、はい、私が本気を出したらグローバルな会社をね展開できると思いますよ。リンゴ屋さんじゃない、アップルって、そのそれじゃ、それじゃない、リンゴ屋さんじゃない。でも私の姉貴はですね、なんか海外にいながら、その国内の、お仕事もお手伝いしてるんですよ。だからSTU の経営にも携わろうと思えば携われるんじゃないですか、知らないけど。ドゥンドゥドゥン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 、はあ、でもね、私がね、その STU に関してのね、STU の活動に関しての相談をするんですよ。そしたらなんか、なんて言ってたっけ、なんかめっちゃアドバイスもらった、この間。あくびが出ちゃいました。あ、なんかどっか行っちゃった、なんかアドバイスもらったけどどっか行っちゃった。この前のお話し会ありがとう、楽しかった。私も楽しかったよ、号泣。
ありがとう。なんか最近お話し会多いよね。気のせい。なんか毎週お話ししてるような気がする、みんなと。いや嬉しいんだけどさ、なんかよくみんなと最近交流することが多いなと思います。よしぽんさん、ギフトありがとう。そうですよ皆さん、ファンクラブのムービーとフォトが更新されてます。気づいた方はぜひチェックをお願いします。なんかね、スペイベとかもあったし、そのね、バスツアーもあったし、お話し会はね、あと2回ですね。うん、ちなみに、電話風動画をファンクラブにあげてるので見てみてください。私から電話がかかってきます。私と電話してる気分になりたい人はファンクラブの動画を見てみてください。私から電話がかかってくるよ。これがちょっと好評だったら第2弾もやります。ちなみにね、もうすでに3本作ってあるっちゃ作ってあるんですけど、なんか恥ずかしくて、ちょっとまだ遅れてないんですよ、マネージャーさんにも。なんか自分で聞いてたらもうなんか恥ずかしすぎて、だけどこのね、この今の1本目をみんなが見て好評だったら、2本目3本目電話動画をあげようかなと思ってるんですが、みんなの声次第がね、みんなが、はい、こじこれいいよって言ってくれたらやるんだけど、でも不評だったらやりません。はい、あいこちゃんこれいいよ、どうやって伝えればいい？じゃあ皆さん X でつぶやいてください。電話動画いいよっていう言葉が多かったら、あいこじのファンクラブの電話いいねって思ったら、つぶやいてください、ポストしてください。事務所に電話するのはダメです。なんかちょっとさ、みんなにさあれしてほしい、ステマみたいにさ
アイコジのファンクラブの動画とってもいいよみたいな、みんな同じような感じでさなんかステマっぽくさやってみてほしい。とてもいい、いいと思うみたいな。うん、ちょっとみんな捨てまして。どんなアイドル、どんなアイドル。じゃあ私が文言を考えるね。今から考えます。アイコジのファンクラブの電話風動画のおかげで元気が出ました。アイコジのファンクラブの、アイコジファンクラブ、アイコジファンクラブの電話風動画、電話風動画のおかげで元気が出た、元気が出たキラキラね、元気が、電気、元気が出たキラキラ。うん、これのおかげで、これおかげ、おかげ、続いてあれだ、アイコジファンクラブの、アイコジファンクラブ、アイコジ FC の、まあ、いいアイコジファンクラブの電話風動画のおかげで元気が出たキラキラ。明日の仕事、待って、商談もうまくいったし、商談も恋愛もうまくいったし、すべてはアイコジのおかげだなぁなんてなんてねはい、見えないな。アイコジファンクラブの電話風動画のおかげで元気が出た、商談も恋愛もうまくいったし、すべてはアイコジだななんてねちょっと待って、やらせにも程がある。わかりました、短文バージョンですね。アイコジの電話風動画めっちゃええやん
てんてんてん、はい、アイコジ FC、 FC のちょっと関西弁っぽくすることでなんかリアリティを増させるっていうね、はい、あのめとってもいいねとかだったらなんかリアル感がないので、はい、これアイコジ FC のデイアフ動画めっちゃええやん、てんてんてん、キラン、はい、皆さんこれを一斉ツイートしてください。そしたら、あ、今じゃなくてもいいですよ、全然後でも構わないんですけど、ST48 っていうタグをつけてください。じゃあ皆さん、これは今でも全然いいけど後ででも全然いいですよ、どっちでも、はい、やばい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 、や別にねあれですよ、これ自由度高いものなので、私はこういうことしたらいいかもねって提案しただけなので、別に私が強制したものじゃないんですね。私がねそう言ったら楽しいかなって言っただけなので、待って、もうつぶやいてる人がいるやばいやばいすぎる。ありがとうございます。まあこれは自由参加なんで本当に。ファンクラブの動画を見ていいなって思ったらこの文章でつぶやいてみてはいかがですかってちょっと提案をさせていただいた次第でございますので、決して義務でもなく強制でもないので、全然自由にそれは判断していただければなんてふうに思ってます。私に期待しないで理想の彼女になんてきっとなれないすごい、みんながすごいつぶやいてくれてますね、嬉しい、
Thank you.嬉しいな。じゃあ電話動画をみんなは求めてるってことでいいかな。せーの、いいとも。お昼休みやウキウキウォッチン、あ、少し少しいいと思う。ドゥルドゥ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 。髪切った？テレフォンショッキング私大好きでしたあとなんか順位当てるやつめっちゃ好きだった。いいとも。お昼休みはうちウキウキウォッチン、あちこちそちこちいいと思う。あのさ、あの電話のやつってさ、あれリアルなんかな。本当にさ、あれ準備してるよね、さすがに。ですよね。でもなんかさ、たまに繋がらないことなかった？なんかたまに出ないときあったくない？お友達のはずなのに、初めましてやばい、初めましてやばい。昔間違えて一般人にかけちゃって、そのまま次は一般人が出ることになった。そうなんや。あ、繋がらないやつもさ、台本なんですか？そうなんだ。へえ。STU でも電話つなぐやつ。あ、やってたやってた。明日よろしくやってました。回ってきたことあったな。明日はゴルフだから無理って断られてたケースもあったそうなんだ。なんかさ、いいともさ、渡辺直美さんがいいともガールズでいたよね、昔。なんかピンクのワンピース着て、おったよね。私の記憶違いでなければ。懐かしくない？
まだ LINE が出始めた頃。うわー、あの時まだ LINE が浸透してなかったんだ。メールか。うわー、そっか。だってまずガラケーだったもんね。あー、サッシーさんもいましたね。うわー、懐かしい。いいとも、いいともにサッシーさんいました。指原さん、2012あたりがもう結構ガラケーからなんか iPhone に移行みたいな時期だったよね。2012、2013。でも私ね、携帯のデビューがね iPhone なんですよ。ガラケーじゃないんですよね。折りたたみ携帯じゃないんですよ。だからまあどっちかって言ったら最近の人寄りなんですよ。どうも。そう。高校生ぐらいかな。でもね、ほとんどの人が iPhone だった気がします。 iPhone、 なんかスマートフォンだった気がする。なんでスマートフォンってフルネームで言ったんやろ。スマホやった気がする。私が高校生の時はもう一番最初なんだったっけ。あ、待って、私一番最初に持った携帯今持ってるんですよ。見ますか。これなんだったっけ。 iPhone めっちゃ軽くて、でもめっちゃバキバキだから、引かないでくださいね。本当にこれ落として買い替えたから、ちょっと引かないでね。これです。これ一番最初使ってた。これなんだろう。これね、海へっていう神戸の施設あるんで、施設なんかショッピングモールあるんですけど、海へのめっちゃ鮮明に覚えてて、海へっていうねショッピングモールがあるんですよね、神戸に。そこにそんなにしょっちゅう行くわけじゃ なかったんですけど、イエーイって感じで友達と遊びに来たんですよ。そしたらイエーイってやった瞬間にソーンって飛んでいってなので、これは完全に海へのあの床でバキバキにしました。友達も私もみたいな。なんかイエーイみたいな、プリクラ撮ろう、プリクラ撮ろう、バキバキになったってなって、でも絶望。もうめっちゃ覚えてるこれ。そう、テンション上がりすぎた結果そうなりました。
ちゃんのバキバキ iPhone です。この時ねカバーつけてなかったね。なんかカバーつけないことがにめっちゃハマってたんですよ。じゃあこれ高校生の時ですね。でなんかその次が多分これかな。これもちょっとバキバキなんですよ引かないでくださいね。こんな感じです。これは道路で落とした。普通にこれはね普通に道路で落としたと思う。うん、そうよく落としちゃうんですよね。でもねこれねどっちともね充電してもねパスコードが分かんなくて開けられないんですよ。だから中の写真も見れないんですよ。パスコードがもう分かんない。この時これが高校生の時使ってたやつで、これが高3、いや違うわ、これは高校卒業してから使い始めたかな。うん、もうねこれ分かんないんです2つとも。だから昔の写真がいっぱい入ってあるのにね、分かんなくってもう何回も何回もいろんな数字試したらもうロックかかっちゃってダメになりました。でも別に見たい写真なんて別にないしいやって感じですちなみに、これはこんなシールをつけてましたね。なんか犬を猫がツンツンしてる シールです。多分こういうのが私好みだったんだと思います。これね、なんでねすぐに出てきたかっていうと、このねパス構造って間違え分からなかったらどうやって開けるんですかっていうのをちょっとみんなに聞こうとしてたんですよ配信で。でも今コメント欄見る限りそれは無理だねって言われて、ちょっと今さらに無理なんだって現実をなんか感じました。あーちゃんギフトありがとうございます。うん、ちなみにこの今配信してる端末は3代目かな。これが3代目かも。多分何も間違ってなかったら1、2、3、4、5、
これ3代目で、これが4代目です。そうなんですよ、一回使い始めたらなかなか買えなくって、そう3代目はバキバキになってないんですよ。そうなんですよ、なんか絶対落とさないっていう意思を持ったら落とさなくなりました。っていうかもうこれ使い始めた時はもう学生じゃなかったんですよ。この子今のこのカメ、この子だから多分学生の時はあの無鉄砲だったのでピョーンって飛ばしてバキバキにしてたんですよ。あのね、自転車とかからねすっ飛ばしてたから。でも iPhone ってめっちゃ強くって、自転車であの携帯すっ飛ばしてもあの、まあ、大体生きてるんですよ。すごいよね、バキバキになってもね生きてるんです。その中身は意外と大丈夫なんですよね。でも私何回も友達に言われた、なんでカバーしないのってカバーしないからすぐ落としてバキバキにするんでしょ。確かにそうだね。そうでもしないのが私なんですよ。だってさ、つけん方がスタイリッシュでかっこいいやん。だから私はつけたくないんですよ。でもこれはつけてます。携帯カバーは、でも私極力あんまりつけたくないです。デザイズハートさん、ギフトありがとうございます。ちょっと眠くなってきたかも。夏葉さん、あーちゃん、お疲れさん、デザイズハートさん、たけちゅんさん、まさきさん、関さん、ギフトありがとうございます。トゥ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 。なんでこれカバーつけてるかって言ったら、 TWICE のももさんのトレンディングカードをここに入れてるんですね。だからそれはマストだなと思って、それは外したくないんですよ。10回失敗したら iTunes のパソコンが必要。やっぱそうですよね、パスコードもさ分かんないんですよ。なんか失敗しまくって、分かんないし諦んないしさ。てか昔の iPhone ってさこんなんだったんですね。
懐かしい。しかもさ、ここがさ、見て、イヤホンの部分がさ、違う。ほら。ないもんね。なんかさ、初期化したらさ、それはそれでなんか意味ないじゃないですか。できればさ、中見れるんだったらさ、見たいじゃないですか。まあでもなんかね、まあいいです、過去は過去、過去は過去だ、変えられやしない、ちゃんちゃん、今度こそは絶対後悔するな、ああ日がまた昇ってくるみたいに過ぎ去った暗闇なんか消えてしまえ、チャンチャンチャカチャカタタタン。あ、でもね、実家のパソコンには写真は入ってるかもしれないです。なんか確か同期したことあるかも。まあもしどうしてもなんか見たいなーって思った時は、実家のパソコンを開きます。僕は何も後悔しない、やりたいことをやっているから、君は何を後悔するのか。クラウドに自動保存しています。偉いですね、とっても偉いねえ、とても偉いよ、すごいよ、すごいよ。ね、あのね、皆さんが想像する私の学生時代って、もしかしたらなんかこんな感じだったかもしれないんですけど、こんなね、かもしれないんですけど、あのね、大体ね、カラオケに行ってマフラー巻いて、イヤホンを頭に巻いて、スーパーフライさんの真似とかしてたり、してた、学生時代なので、あんまり期待しないでください。そう、マフラーを巻くっていうか、なんかまとってマフラーをちょっと広げて、マントみたいにして、でイヤホン、有線イヤホンを頭に巻くんですよ。で、愛を込めて花束を歌うんですね。そしたらね、
みんな乗ってくれるんですよ友達がを込めて花束を大げさだけど受け取って理由なんて聞かないでよね今だけ全て忘れてふ学生時代なんかさ吹奏楽におりそうとか言われるけどさまあ吹奏楽部におった体で私もこれから生きていくつもりではいるんですけれどもはい、何の楽器してたて、そうですね、なんか鉄筋とかどうですか？鉄筋鉄筋やってましたみたいな。あ、フルートですか。わかりました。じゃあ私フルートをしてた体で生きていきます。でも多分ねみんな信じてくれると思う。私が鉄筋吹奏楽にいたんですよ。ちょっと鉄筋のをやってて、そうなんですよ。あの大人になってからもう鉄筋なんて披露する機会ないからね、なんかイメージあんまり湧かない鉄筋やってたんですって言ったら多分信じてくれると思います。待って、ちょっとね、書かないといけないことを思い出しました。今からちょっと書きます。書きますね。書き物をします。いきます。まあ、5分以内には終わります。
終わりました終わりました。ゴーさん、ギフトありがとうございます。デサイズハートさん、デサイズハートさん、レフトさん、お疲れさん、リノちゃん、マフェリアスさん、ナツハンさん、ギフトありがとう。思ったより早かった。ちょっと皆さん聞いてください。私もランダムで開ける日が来ました。じゅーん、これは多分アクスタですね。これは缶バッジ、これは生写真です。ではこちらのね、開封、いきなりなんですけど開封動画を、開封配信をしたいと思います。それでは、まずはじゃあブロマイドから開けていきたいと思います。ブロマイドコレクション15種類ありますね。いきます。次もう一枚あるみたいなのでいきます。せーの、ドン。 あ一緒、あもう一枚パセリパセリでした。2枚セット、わーパセリちゃんかわいい。待って、照れるね、なんかこんな見つめられたら照れますね。かわいい、見られてる。セリチュアン、セリチュアンでした。これのセリか、なんかこれさ
ベッドのさ横とかにさ貼っとこうかな。そしたら朝起きた時にさ、なんか、あ、おはよう、俺のセリカ今日も可愛いねみたいな、なりそうですね。いいですね、これ楽しい。はい、そして次は、スタンド付きアクリルキーホルダーコレクション、イエーイ。アクキーですね。それでは開けてみたいと思います。ドン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 、なんだ、誰だ。あっはっまさかのメンバーが出ました。リコチ、リコチのとリコ、いいね、かわいい。二期生が続く。じゃーん。二期生がすごいね、続いてますね。はまんないよ、これなんではまんないの。なんでこれ、なんじゃこれ。あ、はまった。はい、リコチが出ました。かわいいです。いいね、かわちい。はい、次。次は、缶バッジコレクション、缶バッジを開封したいと思います。 Let's go!でん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 、せーの、お、あ、千代さんだすごい千代さんでした。かわいい。はい、というわけで、パセリとリコチと千穂さん、これなんだろう。ね、これ売ってある？
何あれこれなんだ、ノットフォーセール、特典のやつ、あー2200円ごとにもらえるやつなんですね。そうなんだ、特典ですね。これ楽しいこれいいね、楽しいです。これ自分の推し出たらさ、テンション爆上がりですね。ちなみにこれが私です。はい、私を引きましょう。私を引いてください。トントントルトトントントルトトントン、はい、これは全身バージョンです。トントトトトントントルトトントントルトトントン、愛子ちゃん全然出ない？え？私出ないんですか？なんかすぐに出てきそうだけど。これはもともと私がもらったものです。私が個人的にもらったので地引きしたやつではないですね。昨日缶バッジ1個買ったら愛子さんでした。おお、それはすごい、それはすごいです。手棚だ、イゴン手棚だ。箱で買ってもアクスタ入ってなかった切ない。そうなんですか、それは切ない。あおさん、尊い、ありがとう。ウクスツヌさん、デサイズハートさん、キングさん、イワシ屋さん、わらびもっちさん、ゼファさん、ギフトありがとう。私アニメグッズ持ってる。おお、いいね、ありがとね。箱で買ったのにあーそうなんだ、箱で買ったけど出てこないとかあるんだね。よいしょ、少ないね。それはそうだそうだ、イベントのお礼をねしたくてね、いつがいいかなと思ってちょっと日程をね考えてるんです。カラオケ配信したいなって思ってて、
つがいいかなって考えてたんですけど、9か10のどっちかやろっかな。ランダム開封はね、パセリとリコチとね、千穂さんでした。9、10、9日の土曜日、あ、土曜、9日土曜日だよね、9日土曜日か10日の日曜日、カラオケ配信しようかなって思ってて、で、あとあのランキングも、ランキングのやつのお礼シートの作成しようかな、お礼シートの作成、お礼カードを書こうかなと思ってます。9日にカードを書いて、10日にカラオケ配信とかどうですか。逆でも全然いいけど、なんかね、土日をね伺ってたんですよずっと。でも2月なんかいろいろあったじゃないですか、土日。でも3月9、10だったら土日でも行けそうだなって思って、この日に設定しようかなってずっと狙ってたんですよ。だからお仕事が入らないようにちょっと今願ってるんですね92。でも今のところイベントとかもなさそうなの でみんなが見やすい土日がいいなって願ってたんで、3月9か10ですね。お礼カード、お礼カードです。お礼カードを書いていきます。ランキングを見ながら、あいこじが都合のいい時で。分かりました。じゃあ今のところ3月9日と10日の2日間でちょっと時間かけてお礼をさせてもらおうかなと今のところ考えてるので、よろしくお願いします。90、またメールするけど、またメールとあとポストするんですけど、まあ早く分かったらみんなに報告するね。そう、一日じゃ終わらなさそうなので、まあ今回たくさんイベントでお世話になったので、ちょっと一日だけで済ますよりやっぱり自分が満足する形で皆さんにお礼したいなと考えてますので、なのでまあ今のところ理想は3月9日、3月10日で配信、お礼配信しようかなと、写真集お礼配信をしようかなと考えてます。よろしくお願いします。はい、こんばんは。
ドド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 あと30分で今日が終わります。今日は長い配信見てくれてありがとうございました。ねえねえ、私がさ髪の毛染めたらさ何色が似合うと思う？いきなりいきなり話し出すけど、なんかね、今画像集めしてる写真でね、写真集のためにいろんな画像を見てたんですよ。どんなのがいいかなと思って、なんか参考画像というか画像を探してて、写真集のためのなんか素材というか、なんかこういう雰囲気にしたいなとかっていうやつね。でそしたらなんか似合う髪色みたいなやつがなんか出てきて、なんかこういう人にはこういうのが似合いますみたいな、なんかそのなんていうんですかね、まとめ画像みたいな出てきたんですよ。ブルベイエベみたいな、ブルベにはこういう色を、イエベにはこういう色をみたいな、それが出てきて、で私何色が似合うかなと思って考えてたんですね。そう、私は多分イエベアキなんですよ。そうイエベアキさんなんです、私多分。でもなんかしっかり判断じゃないわ、診断してほしいなと思って、なんかパーソナルカラーのやつ行くのもありだなって思ったんですけど、なんかそんなことのなんか髪色何がいいかなってちょっと思っただけで、パーソナルカラー診断ってめっちゃ高いんですよ。3万円とか4万円とかするんですね、本格的なやつ。だからなんかそんなちょっとした好奇心でなんか行くところじゃないなと思って、カラー診断に。だからみんなだったら何が似合うかな、似合うって思うかなと思って今聞いてるんですけど、そうなんですよ、骨格診断とパーソナルカラーの診断ってめっちゃ高いんですよ。相場が、まあ、大体簡易的なやつで1万円とか、なんかもう超簡単なやつだったら5000円とかなんですけど、もう結構ちゃんと本格的にやるんだったらもう大体相場はもう2万円は超えるんですよ。2、3万円で、もう結構しっかりもう骨格とかもやるってなったら4万円5万円とかなってくるんですよ。めっちゃ高いんですよ、自分の色を見つけるのと自分の骨格が何かっていうのを調べるのに結構かかるんだよね。そう、まあでもその見方によるんですよね。その結果がなんかしっかり分かれば、その先のその自分に似合うお洋服とか、自分に似合う形の洋服とか色を結構的確に買って自分に合わせられるっていう利点もあるし、まあ、見方によっちゃねお得っていうのもあるんですけどね、うん、チョコレートブラウン、ブラウンベージュ、アッシュブラウンらへんがいいんですね。いいんですね。でもなんか名前ちょっと調べてみる。
これかわいい。かわいい、この色かわいい。まあでも黒に近いよね、この髪の毛の色。似合いそう？本当？なんか綺麗なお姉さん感が出そう。でもこの色も可愛い。てかさ、このさお姉さま方のさ後ろ姿がさ綺麗すぎる。お姉さま方の後ろ姿がさ、後ろ姿から見ても綺麗なお姉さまっていうのがわかる。うん、でもさ、なんであんななんか中国とか韓国のさ美人さんってさ、なんであんな可愛いんだろう。私もなんかあんな風になりたいな。ちょっと目指してみようかな。だいたいこうやってさ、こんな感じじゃない？なんか違う、なんか違う、何かが違う、何かが違う、なんでか、なんでだ、なんでだ。トゥルルトゥ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 ル、トゥルルトゥ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 ル。トゥル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 。ドッキリドッキリドッキリどんどん、不思議な力が湧いたらどうしようどうしよう。きっと毎日が日曜日、高校の中遊園地、タタ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 。お猫に聞いてもタラタラタタ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 タ。でもね、もしかしたら本当にできちゃうかもしれないよ。はい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 、大きな声でピリカピリララ、走って騒いで歌っちゃえ。
はしゃいで騒いで歌っちゃえ、パパママ先生ガミガミおじさんうるさいなんてね、火山が大噴火、お空に響けピリカピリララ、飛んで走って回っちゃえ、テストで3点笑顔満点、ドキドキワクワクは年中無休。アイコッチ推しでした。青の子だよね、アイコちゃんっていたよね。それは知ってるよ。キンキラキンキンキラキンキンキラキンキラリンリン、キンキラキンキラリンリン、流れ星をつかめたらどうしよう、どうする、バッチリバッチリバンバン、願い事が叶うよね、いいでしょ、いいよね、きっと毎日が誕生日、歯医者さんはずっとお休み、痛い注射は柔らかいマシュマロにしちゃえ。そんなの無理さ、君は笑うだけ、子犬に聞いても尻尾振るだけ、でもね、もしかして本当にできちゃうかもしれないよ、大きな声でピリカピリララ、ふざけて騒いで歌っちゃえ、パパママ先生神々おじさん寝なさいなんてね、雷落っこちた、お空に響けピリカピリララ、じゃれて走って遊んじゃえ、ジュースで乾杯、おかわり100倍、元気がてんこ盛り年中無休、大きな声でピリカピリララ、はしゃいで騒いで歌っちゃえ、パパママ先生ガミガミおじさんうるさいなんてね、火山が大噴火、お空に響けピリカピリララ、飛んで走って回っちゃえ、テストで3点笑顔満点、ドキドキワクワクは年中無休、ずっとずっとね年中無休。なんかさ、迫力あってさ、ダイナミックな歌ですねこれ。すごいかっこいい、めっちゃかっこいいんだけどこの曲。韓国の女優さんに見えてきた。여러분안녕하세요아이코라고합니다지금까지아テロップちょっと消しますね。지금까지노래를부르다처음뵙겠습니다じゃあ皆さんに個人さん지금까지노래를불렀습니다좀뵙겠습니다じゃあポケモンの歌を歌います。ドゥルルルルルルドゥルル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 ル
たとえ火の中水の中草の中森の中土の中雲の中あの子のスカートの中キャーなか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 大変だけど必ずゲートだぜポケモンゲートだぜイエ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 イマソラタウンにさよならバイバイ俺はこいつと旅に出るピカチュウ鍛えた技で勝ちまくり仲間を増やして次の街へいつもいつでもうまくゆくなんて保証はどこにもないけどそらそうじゃいつでもいつでいつでもいつも本気で生きてるこいつたちがいるたとえ火の中水の中草の中森の中土の中雲の中あの子のスカートの中なか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 大変だけど必ずゲットだぜポケモンゲットだぜイエ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 イ戦い疲れておやすみぐんないまぶたを閉じればよみがえるピカチュウ炎が燃えて風が舞い泣き声とどろくあのバトルが昨日の敵は今日の友って古い言葉があるけど今日の友は明日も友達そうさ永遠にはいはいあー憧れのポケモンマスターになりたいなならなくちゃ絶対なってやるドゥルルルルルルドゥルル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 ルポケモンマスターでした。じゃあ何がいいかな。アニソン特集セーラームーンね。セーラームーンいいですね。ムーンライト伝説。でんでん。でん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 。デン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 デルルルンデ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 ンごめんね素直じゃなくて夢の中なら言える思考回路はショート寸前今すぐ会いたいよ泣きたくなるよなムーンライ電話もできない意味ないだって順序をどうしようあとは万華鏡を月の光に導かれ何度も巡り合うドゥン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 星座のまたたき数え占う恋の行方同じ国に生まれたのミラクルロマンス
信じているの、ミラクルロマンス。次の光に。いいですね。わ、だるまありがとう。ももさん、ももちゃん、ももさんありがとう。ウミガメさんでサイズハートさん、ウミガメさん、アオさん、ジャボテンさん、ギフトありがとう。歌声が車内に響き渡っているすご、私の歌を、私の配信を流してるのか。ポピポピポポペポポピポピポポペポポピポピポポペポ。形のない気持ちで愛よい、今に聞いた、君に届、君に伝えたいことが、君に届けたいことが、いくつもの点が線に遠く彼方へと響く、君に伝えたいことが、君に届けたい言葉。 Tell your world、 どこに立ってあ、高すぎる。だって君のことが好きなの、ララ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 。メルト、懐かしい。これさ、絶対誰もが聞く曲じゃない？初音ミクさんの、初音ミクメルト、初音ミクメルト。メランコリックってわかる？
てかね、ボーカロイドね、よく聞いてたんですよ。全然つかめない君のこと、全然知らない、知らないもんね、ねーじゃないわ、心奪われるなんてことあるはずないでしょう、それは不愛想な笑顔だったり、それは日曜日の日暮れだったり、それはテスト真っ赤の期間だったり、それは君という名のメランコリニスト、手当たり次第強気でぶつかっても何にも手には残らないって思い込んでる、ちょっとぐらいの勇気になってちっちゃくなって塞ぎ込んでる私だから、全然つかめない君のこと、全然知らないうちに、心奪われるなんてことあるはずないでしょう、全然気づかない君なんて、全然知らない、知らないもんね、ねじゃないわ、この笑顔また眠れないでしょう。懐かしい。メールと溶けてしまいそう好きだなんて絶対に言えない、だけどメールと新鮮さえ君の胸の奥まで届くようなメロディー奏でるよ、トゥ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 、これ知ってる人いますか。儚く散った淡い片思い、笑い話なれ今となれば、見るものすべて輝いて見えた、あの日々が綺麗に笑ってるよ、我慢することだけ覚えなきゃいけないの、大人になってちょうだいね、ならなくていいよ、知らないことばかり、知らないなんて言えなくて大変、お似合いで嘘ついてごめんね、ハッピーシンセサイザー君の胸の奥まで届くようなメロディー奏でるよつまらない建前や嫌なこと全部消してあげるから、この音で何の取り柄もない僕にただ一つ少しだけどできることを、 Hey! 心躍らせる飾らない言葉、電子音で伝えるよ、懐かしい、久しぶりに歌った、ど世代なのです私ももうめっちゃ世代なんだけど、てかさ、ボーカロイドがさ、世の中にさ、世の中っていうか、まあ、ネット上ですごくこう人気だった、まあ、今も人気だと思うかもしれないけど、人気な時ってさ、すごいよね、あのみんなの一体感、みんながなんかすごいそこに集中して聴いてる感じ、なんか私の青春バオバブさんギフトありがとう、
めっちゃ中二病、なんかそう考えたら超中二病だったと思う。あのさ、あれわかる？考えすぎのメッセージ、誰に届くかも知らないで、きっと私はいつでもそう、継ぎはぎ狂ったマトリョーシカ。トゥルルトゥルルトゥルトゥルルルルル、頭痛が歌うパッケージ、いつまで経っても針は4時、誰も教えてくれないで、世界は逆さに回り出す、あー割れそうだ、記憶も全部投げ出して、あー知りたいな深くまで、あのねもっといっぱい待ってちょうだい、カリンカマリンカ弦を弾いて、こんな感情どうしようか、ちょっと教えてくれないか、コード旅行524、フロイドケロイド剣を弾いて叩いて、全部全部笑っちゃおうぜ、さっさと踊れよバカたまり。あんた懐かしい。恥ずかしい。あ、恥ずかしいぐらい懐かしい。なんかよくブログに書いてました、なんか変なポエムみたいな。アメーバ、アメブロによくポエムみたいなの書いてね。テストなんかなくなっちゃえばいいんだみたいな。テストなんか、学校なんかなくなっちゃえばいいんだ。なんかそういう時期ですよね。まあこんなこと書いてないけど、でもそういう思春期、私でもそういう思春期があったなと思って、ボーカロイドをよく聞いてたんですよ私、中学生の、中学生の時で、ブログも書いたりしてて、多分今そのブログ見たら鳥肌立って無理だと思う。てかこのボカロの曲を歌って、なんかすごい、なんか今ゾワってした、なんか全部思い出した感覚がある。残ってる、いや残ってないと思う、もう削除したかなんかで、残ってない残ってない、だってもう多分中学2年とかだから、12年前とかの話だし、やばい、中学2年生が12年前ってやばい。あーやばい、アメブロ世代すぎて泣いちゃった。もう泣くんだけど本当に、あのさ HTML みたいなやつでさ、なんか編集しなかった なんかさ、プログラミングでさ、なんか私自分のさ、あのブログをめっちゃデコレーションしてたんだけど、 HTML みたいなやつだよね、なんかね、私のブログはあのキャリーパミュパミュさんのあのあの YouTube を、あの私のブログ開いたらなんか流せるようにしてたんですよ。でそのカーソル、あのカーソルをなんか星のなんか魔法のステッキみたいにしてやってて、でそのあの上のヘッダーをなんかすごいキラキラの、なんかキラキラするなんかあのデコレーションにしてて、でそのあの記事の部分も、私が書いたブログのその記事の部分もなんかフリルつけたり、そうバーナー貼ってたり、なんかそのリンクはここからみたいな。わあめっちゃ懐かしい。もう多分できないと思う。でもそういうのやってた、 HTML に打ち込んでた中学生の私。なんであんなことしてたんだろう。本当に勉強しろって話なんですよね。あやばい、時間が、じゃあ終わります。
13位青さん、12位バオバブさん、11位空飛ぶドラえもんさん、10位ケンケンさん、9位アッキーセブンさん、8位ケイチさん、7位ウミガメさん、6位デサイズハートさん、5位酸っぱい桃のセックさん、4位クジマスさん、3位ジャボテンさん、2位ハイキーさん、1位はお疲れさんでした。ありがとうございました。懐かしすぎる。全く共感できないことを長々と話してたらすみません。でもなんか共感してくださってる方がちらほらいて、なんかちょっと中学生に戻ったような感覚で、なんかキャピーみたいな感じになっちゃいました。楽しい。また皆さん私の昔話聞いてください。バイバイ。もう12時になっちゃう。長い配信見てくれてありがとうございました。おやすみなさーい。